こんにちは、ウルトラライトレコーディングの西安です。師走いかがお過ごしでしょうか。今日はこれ収録しているのは、24日クリスマスイブですけれども、12月というと日本ではベートーベンの第9の公演が、目白押しなんですけども、で収録も結構入ってるんですが、私のやっているウルトラライトレコーディングで第9をどのように撮っているかというのをお話し、今回はお話します。で実際の現場の写真とか音とかお見せできればお聞かせできればいいんですけど、ちょっと許諾を取るのがなかなか大変なもんですから、iPad でですね、イラストを描いて、お話をしていきます。それでは、はい、ではまず、コンサートホールのステージを上から見た図を描いていきましょう。適当に、絵が下手ですみません。でバルコニー席のあるホールにします。一例ですけど。で指揮者がここにいて、弦楽器ですね、弦楽器はといて、で木管群がこの辺にいますと。木管、木って書いておこう。で、ティンパニ打楽器、この辺。それからホルン、ホルンも木管群ですけど、ホルン。それから、金管群、ブラス、金って書いておきましょう。はい。この弦。それで、このホールの場合、いろんな並び方がありますけど、第9のソリスト4人がこのバルコニー席にの一番前に並びましたと。で、コーラスがこの辺にソプラノ、アルト、テナー、テノール、バスという感じでした。で、こういった場合に通常のというか、普通のという言い方もなんだな、よくあるアプローチ、録音のアプローチとしては、まずメインのマイクロフォンがこういうところにつきますよね。それで、弦楽器、ファーストバイオリン、セカンドバイオリン、チェロ、ビオラ、あと対抗配置とかいろいろありますけど、弦楽器に2本から4本置くと思うんですよね。一番置く場合で4本かな。ですかね。それから木管に最低でも2本は置きますかね。で金管はあんまり置かないか置くか。でティンパニーも1本か2本置きます。ホルンはどうかな、私は置かないですけど、置く人もいるんですよね。はい。で、ソリストは多分1人1本っていう感じです。でこのコーラスもそのパートごとというんですか、パートごとに1本ずつ。でアウトリガーっていって、メインのマイクロフォンの外側に最近、1、2本とかね、置くケースが多いですよね。これで何本使ったか数えてみますと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21本使ってますよね。で、ちょっとレイヤーを変えまして、色も変えてみましょうか。青かな。
で、ウルトラライトレコーディングではどうしているかというと、まずですね、メインとして無指向性のマイクロフォンを4つ置きます。まあ置くというか4つ配置します。それから、このソリスト4人に対してだから2人で1本って感じですね。そして、コーラスのこの辺に1つ、この辺に1つ、これで合計8本で撮ってます。それで重要なのがですね、ここのマイクロフォンなんですよね。これはソリストも撮るし、あとこのアルトテナーも撮るし、木管の弱い部分とかも補うし、まあいろいろなところをカバーしている2本です。それで注意が必要なのがここなんですけど、これですね、これは何が注意が必要かというと、このティンパニの音がですねかなり飛び込んでくるんですよね。なので、まあ指向性のマイクに切り替えるもよし、ティンパニーが強打強く叩くところでこれを少し下げるといったフェーダーワークが必要になってきます。ではもう一つの配置の例を見てみたいと思います。今度はバルコニー席などがなくて一つのステージ上にオーケストラも合唱も乗るっていうパターンですね。まず指揮者がいます、弦がいます、木管がいます、まあホルンも木管ですけど、まあホルンがいます。で、グラスがいます。で、ティンパニーがいますみたいな感じですね。他にもいろいろシンバルとかトライアングルとかありますけど、でソリストがまあ4人並びますと。でコーラスがソプラノアルトテノールバスみたいな感じですね。で、この場合どう置くかというと、さっきと変わらずまずメインが 4本、この印がですね、無指向性の印なんですけど、無指向性マイクの、はい、で、と今度ここにまた同じく無指向性2本ですね。それで今度ここも無指向性で置きたいんですけども、目の前にティンパニーがいるのでここはちょっと指向性に切り替えたいと思います。はい、で先ほどもお話ししたみたいに、ここのまあソリスト用と言いつつもこの2本はアルト、スプラノアルト、テナ、テノールも拾うし、木管の弱いところもカバーするしという感じです。で、ここに指向性のマイクを置いたのは、ここのティンパニーの音をですね、拾わないように、できるだけ拾わないように指向性を置いて、合唱を狙うと。こちらもブラスがあるので同じく音を揃えるためにも指向性を置きましたと
いう感じで、合計8本で第9を撮ってます。はい、というわけで非常にざっくりとした説明でしたけど、いかがでしたでしょうか。たくさんですね、マイクを使った、録音の良さも、知ってますけども、このウルトラライトレコーディング8本で第9を撮る、マイク8本で第9を撮るというアプローチもそれはそれで成立しているので、一つね、選択肢として考えて試していただけたら嬉しいなと思います。なんでウルトラライトいいかというと、まず機材が少ないから人件費がかからないんですよね、そんなに。それからもちろん機材費もかからないし、そんなにね、あとステージ上にマイクをあまり置かないので、演奏家の方のプレッシャーというかもそんなになくなるかなというふうに考えています。というわけで、年内の動画はこれが最後になるかな。良いお年をお迎えください。ご視聴ありがとうございました。